こんにちは日本語クラスです今日のニュースのテーマは日本のお金ですはい、えー、皆さん日本のお金今これを使っていますねですがこれが新しくなるというのを知っていますかはい、えー、今は、えー、この紙のお金お札 とか紙幣と言います。紙のお金は、えー、この種類のものがあります。はい、えー、1万円5000円2000円あります。あと1000円2000円は見たことない人多いと思います。はい、私も1回だけはい。もらったことありますが、それ以外もうないです。はい、でもありますよ。よえー、日本にはあります。で、これ、えー、変わります。というのが今日のニュースです。はい。 えー、これはイメージなんですが、えー、2,000円札はないんですけど1万円千円1千円がが、えー、新しいものでできるそうです、はい、これについてのニュースを一緒に聞いて読んでみましょう、はい、今日の、えー、テーマはその新聞のテーマは、えー「新紙幣の発行まで2ヶ月」。 というものですはい、えー、この紙のお金のことを紙幣と言いますはいそれの新しいものだから紙,紙幣です、はいえー、発酵作るまで2ヶ月、えー、作るというか、まあ、みんなが使うまで2ヶ月という意味です、はい、じゃあ始めましょう今日はこの1ページ2ページ3ページを読みます そんなに長くないです実際はあのそんなに難しくないので、えー、まず私読みます聞いてみてください行きます20年ぶりとなる新たな紙幣の発行まで5月3日であと2ヶ月だ企業の間では新紙幣に対応するため生産機などのシステムを 更新する作業が進められているはいまずここまでにしましょう、えー、一番最初にあのニュースは大事なことを先に説明をしますねでここでもう大事なことをわっと言っていますはい、えー、20年ぶり20年 ずっと新しくしていなかった、はいえー、久しぶりのぶりと同じと思ってくださいはい。20年ぶりの、えー、新しい紙幣紙のお札紙のお金の発行まで5月3日5月3日今日ですね5月3日であと2ヶ月ですおあと2ヶ月したら新しい紙幣が出ます とということです、はい、企業の間では企業は会社ですね会社の間では新紙幣に対応するためそれを使えるようにするための意味ですね生産機生産機はお金を、あのーまあ、入れる機械とかそういうものです生産機などのシステムを更新更新はリニュー新しくするの意味ですね えー、更新する作業作業はそのすること仕事ですが進められていますはいもう少し詳しく説明していますこの後ですで読みます新紙幣の発行は今年7月3日に始まるはいそうなんです今年の7月3日に始まるということですおお、だからあと2ヶ月ですはい えー、読みましょう一万円札は近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一はいもう一つずついきます一、えー、万円札は、えー、誰ですかそれは渋沢栄一さんという人ですはいどんな人ですかそれは、えー、日本経済のお父さんだと言われている人です、はい えー、そうですね、この人あの、日本のいろんなビジネスを新しく始めた人です。はいえー、詳しく知りたい人ぜひぜひ調べてみてください。渋沢栄一です。はいえー、あもちろん、もう亡くなってますよ。はいえー、そして、次、五千円札はどんな人？五千円札は、日本で最初の女子留学生として。 アメリカで学んだ津田梅子はいこの人もとても有名です。はい、えー、留学生としてですねアメリカに行きました。もうとっても小さい時に、はいあの行った勇気のある女性です。はい、えー、向こうで勉強して日本に帰ってきて日本で大学を作ったりいろいろした人です。はい、えー、今も五千円札は女の人ですね。 はい、新しいお札も、えー、また女性になるんですね。もう一つじゃ千円札は千円札は破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎の肖像がデザインされるはい、えー、千円札はあのー。 破傷風という病気です。はい、この病気の治療方法、治す方法を開発した。研究して見つけたえ、学者の人ですえ。最近というのはバクテリアのことです。はい、最近を調べたま学者さんですね。医者です。その人え、北里柴三郎という人です。はい、この人の顔が。 千円札になります。はい。えっ、ー、とこの発症風というのは日本だけではなくて世界中にある病気の一つです。はい。えっ、ー、と怪我をした時に傷口、傷のところからあのバクテリア、バイ菌、細菌ですね。この細菌が入ってしまうとあの病気になるものです。はい。えー、今はあのー もう子供の時にワクチンを打ちますこの発症風のワクチンを日本では打つのでほとんどの人は発症風という病気にならないんですが昔はもうなる人がとても多くて怖い病気の一つでしたはい、えー、ですのであの素晴らしい研究をした人ということでこの人が千円札のデザインになります。はい え肖像っていうのはその顔っててていいううののははそそ顔ことでですすよねはいさあそしてもう一つですもうちょっと頑張りましょう皆さん紙幣のデザインの変更は2004年以来20年ぶりで偽造防止の強化と誰でも利用しやすいユニバーサルデザインの導入が目的だ。 はいといととうことです、えー、紙幣のデザインの変更するのはもう2004年からやっていない。はい20年ぶりです。どうしてするんですかそれは2つの理由があります。一つは偽造防止。これはとても大切ですね。JLPT でも大事です。はい偽造。作ってしまうということです。嘘のお金を作る はいまあ、この漢字は「嘘とかそういうイメージでいいです「像」は「作る、る」「い、嘘を作る」それを防止「ダメですよ」「やめてください」の強化それを強くする、はい、新しいお金は偽造が難しくもっともっと難しく、はい、なっているということです、はい、簡単には「作れない」「偽造できない」ってことです そして誰でも使いいやすいユニバーサルデザインユニバーサルデザインというのはどこの人でも誰でも国も関係なく何歳でも男女関係なく誰でも使えるという意味です。はい、それを、えー、導入入れるというのが目的ですということ、はい、それが目的で、えー、デザインを変更しますということです。はい はい、今日はこのニュース読みました、えー、もっとニュース読んでみたいという人私の YouTube で読むことができますよ。えー、そうですね前は、えー、と日本の夫婦で別の名前にした方がいいですという話をしました、えー、他にもこのニュース以外にもありますのでチャンネルで見てください。はい、あとは、えー「ビジネス日本語も」も、えー、私の YouTube で勉強できます。あととは N2 N1 のの読解と N はい、これを、えー、聞いて、耳で聞いて、そして自分でも読んでみましょうというのも YouTube で勉強できます。はい、ぜひ見てみてください。そして JLPT の読解勉強したい方、はい、その人 N2 と N1 は、えー、あります。はい、ビデオレッスンあります。これ私のオンラインレッスンの中にありますので、ディスクリプションか コメントのところこの youtube のコメントのところにリンクが書いてありますはいそこから見てくださいあとは私の Zoom レッスンもありますビジネス日本語と会話練習とプライベートレッスンをしていますはいぜひ一緒に勉強しましょうオンラインレッスンですはい、えー、下のリンクを見てください